期横浜 F ・マリノスから FC 東京へ完全移籍した FW 中川輝人が、横浜 FC 戦で移籍後初ゴールを決めた。得点シーンは 1-0 で迎えた前半27分。相手最終ラインの不用意な横パスを見逃さず、ペナルティーエリア内でカット。そのまま右足でゴール右隅へ蹴り込んだ。同45分にオウンゴールで1点を返されたものの、後半17分には途中出場の DF 長友佑都の右クロスを FW ディエゴ・オリベイラが頭で叩き込み、この日2点目を記録している。